先週に引き続きお越しいただいております輝くゲストは四日市観光協会観光コーディネーター落合淳二さんですどうぞよろしくお願いします落合ですよろしくお願いします最終の週になりましたけどもあの落合さんと喋ってますとですね四日市のやっぱり魅力 すすごい出てくるんですよ一応肩書きがね私、はい、観光コーディネーターですのでね,でね四日市の観光をどうコーディネートするかっていうのをまあ考えてはいますけどでもやっぱりねこのコーディネートをするにあたってですね四日市のことが好きでないとやっぱりねそれを皆さんに良さを伝えられないのかなと思うのでまあいつもなるべくニコニコするようにはしたんですけどコしていうんでしょう,本当にこう四日市が じゃあ今後観光っていうキーワードは非常にちょっと難しい、まあ、今時代的にも難しいのとどうしても産業の町でもありという部分でキーワードとしては難しいのかもしれないんですけども四日市にじゃあどれだけこう人が集まってもらってどれだけ楽しんでいただくかっていうことを考えた時に何かこう落合さんなりにちょっと思うところってう 全国でやっぱりね今これからの時代、まあ、例えばこの今の出生率あの死亡の率でいきますとねあと80年後には人口が半分になるって言われている今昨今でございますので、まあ、80年後の四日市の人口もまあ正直半分になるという感情になるわけなんですね。まあ、その半半分分にににになななった時にあの、まあ、行政サービスも当然半分にししいとダメになりますし税収も で半分になるわけおかつそれで産業がメインの四日市で産業がなくなってしまったらどうするんだっていう話なんですねだからやっぱりその出生率を上げるために例えば子育てを支援するとか、ね、子育て支援しないとやっぱ子供生まれない。 だからそこがあの首都圏の,ねこの東京なんかその出生率が今1.1って言われてまして一人産むか産まないかっていうぐらいの。 レベルになっているそれもあそこ関東圏にあんだけ人口が集中しててもうほぼ全国の人口の10分の1がそこに集中しているのにそこが一定っしかないのでそれはまあ80年後にハ分になるのかなっていう感覚ですね。まあでもその地方に目を移してみると、まあ、それは四日市も含め三重県も含めなんですけども人口は減っていくわけですので<ー>まあそこをどう抑えていくかとか、まあ、そういう話になろうかなとは思いますよね。あの 四日市の森市長は育休も取られたぐらい、子育てに非常に熱心な方ですもんね、はい。逆にそのね、出生率を上げていかないと、人口が増えないので。 そうなると今も言ったみたいに行政サービスは半分、はい、税収も半分になるっていうことなので四、まあ、日市としては他の都市よりももっとその四日市の魅力を外に発信していったりとか、はい、まあしていく必要があるのかな、まあ、そこに例えばその産業だけではなくて観光っていうスパイスもこう入れていってどんどんその四日市の交流を生み出していかないとだめなのかなま,仕事でまず来てい,ただいてすね、はい。 まあそこはスタートでもいいと、はい、その後に面白いところあるよとかこういういいところあるよっていうのが。 ねえいかかに伝えれるかでですすもんんねそうな一番最初の週にも私言ったと思うんですけど、はい、四日市は観光ではなくて産業で多くの方が四日市に足を運んで頂い,いている、まあ、宿泊して頂い,いているお金いっぱい使って頂い,いているそういうところですので、まあ、逆にそれが半分になるとかもしくはもうその青春がなくなりましたとかはい、はい、なってしまったらすごいこと大変なことに なっちゃうので,ねです、ね、かそこをどう入れていくかっていうところになるのかなと思いますけどね続きは後半でお聞きします <music> 藤本修の電子 <music> ここで電子指定で開催されるイベントをご紹介いたします10月7日水曜日8日木曜日熊谷喜八による血霊賞味会を開催しますバラ寿司を中心にご用意いたします そして、電子指定ではご予約なしでお気軽にお召し上がりいただけるランチをご用意しております。夜は予約が必要ですが、創作和食のコースやすき焼きのコースがございます。個室が3室と広間が2室ありますので安心してご利用いただけます。四日市にお越しの際にはぜひお立ち寄りください。そこで、で今月も抽選で8組16名様に、 4, 円相当のペアランチ券をプレゼンント。ランチは4種類から選べます応募方法はお名前ご住所電話番号をご記入の上メールアドレス電7アット、ok、マーク都会 radio.co.jp d e n 数字の7アット、ok、マーク都会 radio.co.jp までご応募ください番組のご意見ご感想もお待ちしております イベントの詳細やお申し込み、営業に関するお問い合わせは、電子指定のホームページや公式フェイスブックにてご確認ください。引き続き、四日市観光協会観光コーディネーターの落合淳二さんにお話をお聞きします。あの もしかすると四日市に例えばその高級ホテルができましたと今観光でなかなか来れないかもしれないですけどもそういう一つのシンボル的な施設ができてしまえばまたそこを目当てに来る方もいらっしゃるかもしれないしそれはちょっと箱物のものになってしまうかもしれないけどでも例えばその記憶者に1,000 人人以上人が動いいてるじゃないですか、はい、こう駅前にバス停があって記憶翼屋行きのバス停があってですねすごい行列ができてるじゃないですか。はい、じゃあその動線をこう自動運転で行くようにしてしまえば、はい、今度自動運転技術で市内観光もできるようになるよとかそうですねね いろいろそういう動き方はあるんじゃないかなと思うす、うん。まあ、これからのね、その未来の。はい。I. T. を使ったことですよね。J. R. 四日市駅と近鉄四日市駅って。結構離れてるんですね。皆さんあの四日市に降り立つと、びっくりされるぐらいの <laughs>。ちょっと驚くんですけど <laughs>。そうですね。ええ、例えば、その自動運転で。ピストンでね、はい、動くことで。人の流れが変わっていく。 そうですよねだから本当に昔は諏訪駅っていう駅が、ね、駅前にあって、はい、そこから、ね、電車が国鉄がの昔の国鉄を通って行っていたので実際に今ふれあいモールってあそこ電車通ってたわけですからね昔はあそうなんですかです、ね、あので今あのちょうどあの駅前の、ね、文化の諏訪駅って昔あったってなんですが、はい、あそこに諏訪駅があったんですから、はい、あそこずーっと市,あの市役所の裏抜けて、はい、JR の駅の横まで。 はあ、電車通ってたんですよ通ってたんですね、うん、だからもう,うアスパローテストを通したらどうかなとかね思ったりもするんですけども新の、えーうん、方が乗ったらどうかなと思って<の> <laughs> そうですよね例えばそのモノレールを通したりとかするだけでちょっとモノレール乗りたいなとか、はいはい <laughs> 僕は路面電車をだから僕アスナロう鉄道を近鉄のとこから JR までずっと海まで電池艇の方まで走らせたらどうなやと思うんですけどあのナローゲージじゃなくて何でしたっけんかあのナローゲージですちっちゃくてかわいい鉄道ですもんねあれああいうのをね3両編成と言わずに4両5両編成で駅前走らせたら路面電車で。 逆にそのまあ今後ねその四日市の駅前の今ね再開発をどうしようかとかもうそういう風な会議に出てくれとか私言われるんだけどまあ私出てないんですけど実際にはその駅前そのバスターミナルにしたりとかっていうような計画があるとかね今言われてますけどもまあちょっとその例えば名古屋の都会っていうのもいいんですけど。 30万人都市っていうのは、はい、まあ程よいサイズといいますかね都会感もありだからちょっと外出ると田舎もありっていうのでそうですね,ですねまあ逆にだから四日市って海もあるし山もあるし、はい、やっぱり自然もあるしそうです、ね、いいとこ取りしてますし交通も便もいいし。はいはいはい あのやっぱり四日市僕は大好きなんですけどだからこれからその将来四日市をどうしていくかっていうのは、はい、やっぱ市民の皆さん、まあ、四日市に住まわれてる皆さんがこれから考えていく必要があるのかなとは僕は思いますけどね。ていうのを声を出していけばその声はやっぱりたくさん 届くと思うんですよ、うんそうですね、だからその情報発信をあの来てもらうためのこう情報発信を、えー、どうやっていくかとか、はいまあ、それをおもてなしをどうやっていくかっていうのをこれから充実していくのが一番大事かなって僕は思ってます。そ,すね、まあそれはお仕事で来られた方もそうですしあの博物館に来られた方かも分からないですけど、はい、やっぱり翌日に来ていただく方にやっぱり優しく接しれるように。うん 観光地に来たよよって思わせるような、はい、その市民のみんなでやらないと僕だけがやってもダメなんでみんながあのそういうふうに共有できるような形にしていくっていうのがこれから一番大事かなと思いますけどね。まあ、電子っていう建物が、はいはい、その宝石用の、えー、伊藤電子さんがもともとお住まいだった場所でやっぱりこう宝石っていうものはもう日本の産業革命みたいな、はい、まあ象徴じゃないですか。はい でその次が石油コンビナートっていうまた日本の国を強くした産業ですもんねそで,ね、まあ、でその次実は半導体とか AI とかっていうのがやっぱテーマだと思うんですよまあ、もちろん自動車とかもあるんですけどあの四日市でももちろんたくさん作ってる工場とかもありますけど、はい、やっぱり半導体とか AI っていう時代で,で、ね、これはね四日市 なんかラッキーなのかなのかそんん産業が <laughs> 来ちゃうんですね1だからやっぱりそのもう今言った500年以上も前からもうずっと恵まれてきてる環境に四日市って来てて、はい、なんかええ具合これ愛があるから言える言葉ですねええ具合なんだからやっぱり <laughs> だからやっぱ皆さん結構その大和な方が四日市の方は多いと、うん、思いますな。なんかこうギスギスしてないというか焦ってない感じがしますね,すね。みんなゆっくりと、えー、ゆったりと余裕があるという言葉ではなくて本当になんかゆったりしてるっていう気はしますね。だからやっぱり来てもらう。 でしょうね、まあその産業もそうですし観光客もそうですし4日に来てもらうっていうのがやっぱり重要なんでこの今のこの令和の2年の時期っていうのはその来てもらう発信をしていくどうやってやったら来てもらうかなっていうのを僕は考えないといけないかなって思ってます。 いやちょっとなんかいい話聞きましたけど、ね、なんか、ねえー、うまいこと言いましたねた <laughs> ありがとうございます <laughs> もうこの四日市を愛する四日市観光協会おち淳二さんに来ていただきました四週にわたってありがとうございましたありがとうございました